中間白家は、藤原北家の中の平安時代中期の関白、藤原道隆を外する一族の故障。中間白の故障の由来については、事故の系統による石関独占を確立した父喧嘩と未同流の祖となった弟、道長の中継という説と、喧嘩家系の二番目の石関であったからという説がある。その故障は12世紀前期に成立した、合談章や中記。 大鏡裏書きなどに登場する。道高は、省略元年に、父、喧嘩の後を継いで石関に就任して、事故の系統を、石関家の着流にすべく尽力した。着難これチカは内大臣、その弟の高い家は、三に所長氏道よりは、剣大名言に任せられ、娘の帝子は一条天皇の中宮の、同じく原氏は、東宮、伊佐田新郎の日となった。 ところが、蝶徳元年に道高と道よりが急死し、その後お父である道長との権力闘争に敗れた、これちかが、加算の陰闘乱事件などによって、太宰言の措置に左遷され、高家もこれに加担したとして連座した。さらに帝氏は、蝶徳の変でこれちか、高家をかくまった後出家し、また三代するなど世の人々から呆れられ、人望を失い、 第二王女出産後は登山が降りず崩御。残された厚安親王も行為につくことなく病死したため、外籍になることもなかった。これ地下の子である道政も、問題行動が多く不遇のまま没し、高いへの家系のみは続いたが、大臣以上を排出することはなくなった。高いへの子孫は、某門や水瀬家をそれぞれ称した。前者は室町時代に断絶したが、後者は、 皆瀬流として、その分家と共に、明治維新まで家計を保った。ありがとうございます。